はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 ライブツアー2020ストーリーというですねこのライブの映像を見させていただきながら私が思うままにいろいろお話をしていく動画今日で13本目いいいよいよ最終回でございます前回の MC のラストで小山くんもお話ししてましたが4部作のライブ「ネバーランドエプコティア」「ワールディスタ」そして「ストーリー」という全部頭文字が NEWS 逆ですね「NW」あ違ういや NEWS、e、てましたで「ニュース」というふうになるというのでね、えー、前の MC でねあの松田君が言ってましたけど「ネバーランド」がすごくかっこいい自信のあるものができた時にそうか「N」から始まってるからニュースって4部作でできるんじゃないかとそういう形で始まったんですね。それがまあ長い年月を経て、えー、4部作ストーリーまで来てちょっと人数がね、えー、少なくなるということもありましたけれどもいよいよ次の曲で「 えーゴールですということで小山君がね聞いてくださいと言ったところでもう見たかったですけども前回だいぶ私の動画も長くなりましたので最後見させていただきたいと思いますニューストーリーという楽曲聴いていきましょうそれではいきましょう2時間もう2時間ですね全部で2時間32分41秒のライブの映像ですから2時間15分40秒まで来ましたここからいってみましょう再生ポン 真てかでかでかてかでかりときれいななんとゆうにやるわたくさんの方が歌ってる映像がいっぱい出てきました加藤くんがそれを見てあえお客さんが何かライトを振りながらあらこれはこういうことじゃなかったろこれ君のストーリーはニュースのファンですと。 く見てる泣いてる小山君も泣いてるこんな映像じゃなかったんだじゃニュースに入りたいだってずっと書かれていてねといやー子供から4つの あジュニアのメンバーが7人でニュース大好き感想おめでとうございますニュース最高だスタッフの人がみんなステージのとこにいて写真撮ってるニュースがいて最高ですずっと好きずっとニュースでいてくれてありがとうニュースしか勝たん いつも最高の歌声ありがとう,うわあまっさくんが頭抱えてわ映像が出てきましたワールでしたあみんなが歌ってる映像音声 みんんなが歌ってるんだ、それがたくさんでっかいところにみんなの映像が重なってでみんなファンの人がこうねライトこれは泣いちゃうよね感動これは僕たちの名前は「ニュー」っていう映像が。 前のツアーのねありがとうって増田君が見てます。ここまで連れてきてくれてありがとう全国のチームニュース一同よりと文字とすごい拍手と。<laughs> 増田君<く>。<laughs> 増田君ももうれないよこんなんじゃん。加藤君も腕を組んでね口をギュッとすむんで。 小山君も泣きまくってますけどこれはもらっちゃうよねもう拍手が鳴りやみませんニュースの3人も喋れないよね曲いくこと思ったらこれが流れちゃったのね加藤君も小山君もボロボロ松田君タオルあってよかったね 私もタオル持ってたらよかった。まさくんどうもありがとうと。タオルで拭きながら「もう僕はスクショ曲歌える気がしないまさくん。小山くんも無理だ」と。「帰ろう。帰ろう <laughs>。もう一回振るねまっすーと。小山くん。待って今じゃないと。今じゃないよねとまさくん。まっすーがオケーだったら言ってた。<laughs> 加藤くん。ありがたいですね加藤く、うん。 いろんな思いが声は出せないけど届きました増田君そうねって <laughs> かこうといろいろ形が変わってしまったこと守れなかったことはすごく申し訳ないと思うんだけどその3人でニュースっていうものをね守っていくと決めたのでんなんかそういうコメントあったから嬉しかったですと。 ありがとうと小山君ちょっと小山俺歌い出せる自信ないから20分ぐらい喋ってるから <laughs> 多分俺じゃないわしげだわとしげ俺なのと行け <laughs> これはでもすごいねすごいサプライズサプライズに弱いからねニュースはと。 まあでもありがとうとたくさんの声をいただきましたけどねと僕らの方がありがとうだってずっと思ってますしこういった状況でもお客さんが本当に来てくれることが嘘のようというかねと奇跡だなと毎公演かみしめてやってきたツアーもねとだったんで。 最後いい曲終わって終わろうよマッスとはいマスターくんうんいけると俺が今までいけなことあるかい <laughs> かっこよかったけど <laughs> あるよいっぱいあるよって家族なんといけるのあいいけそういやーお客さんがもう一回拍手でね今歌ってもらいましたけど「うん、ニューストーリー」 僕たちから、ねえあれみんなさ歌ったやつが知らぬ間に集まってねああやって映像になってたんだすごい小山くんでもフ <laughs> っていけるかなみたいな大きく息を吐いてさあまさくんが息をゆっくり吸って「ニューストーリー」と文字が出ました上にね文字がふわっと消えて「<laughs> なんと夢にはぶれ!」 夢にはくれはすごいまさかここまで来ただろうすごい <laughs> 生きてゆく道のきりの物語だ君のストーリーうまい青い空が加藤君まぶしすぎて目をそらした土曜の午後幸せってんだろう ふと音たじとまる小山くん大事なもの不死うたび僕らえマサくんと向かって羽織りながらもういつに紛れて小山くん張れ涙流している人はだめ 松田君と加藤君でハモって過ぎ去っていつかまた出会ううまい,い,いね加藤君上の音いた,いたずらにか松田君傷つつこともあるけど何度夢に破れ夢にはぐれここまですごい松田君も体で小山君出ないねもう声が生きてゆく一度きりの物語は加藤君も,もう結構来てますね ストぐっと来てますけど、頑張って歌ってます家族も。こと胸に抱くマスター君すごいもう気持ちであるだろう生きてゆくすべて抱え進んでまあ家族もだいぶ来てますよもう君のストーリー、うーん私もう一回来ちゃったマスター君がもう本当にすごい気持ちで歌ってるのがマットンを小山君 未来へつなごう人は出会いはこの、ね、歌ってて急に来るんですよね気持ちとなんか呼吸をいっぱいしてることによってぐわっと気持ちが溢れてくることあるんですよね。たずらに傷つくことを家族を安定する本当にあるけどなんと夢に破れ夢にはぐれここまで来たんだろうマスター君だすごい。 すごいですねもう気持ちの歌唱が物語は加藤くんもメンバー見るともううるうるしちゃってますね加藤くんもね笑いこと胸にやるなまた加藤くんに泣かされちゃうこれまたね抱え進んでいく君のストーリーリすごいわこれは。 いやー今真ん中の増田君のところに加藤君と小山君がまた歩いて集まってきます。小山君。何度夢に破れ、夢にはぐれ、ここまで頑張れ、来ただろう。う歌えないよね、もうこれは。一度きりの物語をマスタ田君までバンバン言ってます。一人得れない。もうバッと上着を。 ガッと動く大きく動かして「悪だろう生きてゆくすべて抱え進んでゆく君のストーリーそれがストーリー素晴らしいロングと」<laughs> 皆さんが書いたストーリーという文字ねファンの方たちがみんな書いた文字がいっぱい重なって。 映像になって、増田くん、手を挙げて、今日はありがとうございました、と。いやー、ありがとうございました、と、それぞれね、皆さんに伝えながら、増田くんも、深くお辞儀をして、小山くんも、そしてそれを見て、加藤くんも一緒にお辞儀をして、たたたたタッタ,ッタ,ッタララまた反対を向いて、また3人ともお辞儀をして、いやー、すごい、ここの、感動はもう、もらってしまいますね。 あ,あと僕らよく聞いていつも聞いている名前を聞きますので心の声で小山君が今ね僕たちの名前を呼んでくださいとそして見てくださってる皆さん声を出せる環境だったら大きい声で僕たちの病叫んでください準備いいですかと小山君鼻をすすって「準備いいですか?」と「じゃあ行きますよ」と「僕たちの名前は?」と小山くんせーの」とみんな無音ですけどねありがとうございましたと。 マサくんありがとうございましたとカドウみんなの声届いてありがとうと最高だったぜとマサくんいやーこれはすごいわたっ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 たたたありがとうございましたとマサくんカドウもありがとうございましたと小山くんもう一度ゆっくりみんなにこうお授業してたったったたガラガラた,たさあ真ん中のステージから 通路の方に加藤くん、増田くん、小山くんという順番で降りて、増田くんもみんなで手を振ってどうもありがとうと、配信を見てくれて皆さんありがとうございましたと、小山くん、上の皆さんありがとうと、投稿を見ながら手を振って、増田くん、今度は通路をね、歩きながらみんなで手を振って、加藤くんもカメラに向かってありがとうと、小山くんもありがとうございましたと言いながら、通路をどんどんね、橋の方へ3人歩いていきます。ありがとうと。 どうもありがとうございましたと松田君もみんなで手を振ってお客さんの方からもねもうよく見えてますよ真ん中のステージでね通路横に歩いてってますからみんなで手を振りながら「松田君ありがとう!」とさあ3人が通路の一番端まで来てまた3人揃ってお辞儀をしてお客さんから温かい拍手「タだタだ,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 だありがとうございましたと松田君小山君もカメラの方にもね手を振って ありがとうと。まさかありがとうございました。と。加藤君もありがとうございました。と言いながらもうね、何回でも言えますよね、これは。本当に感謝だと思いますよ。3人からもそうだし、ファンの皆さんもね。たたたたたまっすぐ帰るんだよって小山君が。まっすぐ帰るよ。まあ、そういう時代ですよね。時期ですよね。まっすぐ帰る。お家に帰るまでがストーリーだからなと、加藤君。帰ったら手洗い動かすんだよと小山君。 ねえそんなことでしたよねこの当時特に今もそうですけど「ありがとう」とまた真ん中に戻ってきました3人「たたありがとう」と小山くんお客さんたちももう手を大きく振りながらねライト持って「皆さん明日から頑張れよ」と小山くん増田くん「頑張る! <laughs>」っいや増田くん受け取っちゃった「俺も頑張る!」と「頑張れよ!」と増田くん優しい声で「ありがとうね」と。 うわあ、今度あったらいっぱい呼聞かせてねーだって。マスター君の気持ちというか言葉に全く嘘がない感じがするんですよね。うん、すごく伝わってきますよね。見てるみんなも次会いましょうねーと小山君。たたってここ反対側に歩いてるのかなまた通路。ありがとうございましたと。たかたかたたたたで小山君もちょっとジャンプしながらね遠くの上の方の人にも。 配信のみんなにもありがとうってとあ3人揃ってカメラに向かって配信のみんなありがとうって素晴らしい「加藤くん愛してるよ」と「<laughs> ま,だまだまだ俺のバカ野郎になってるよバカ野郎」<laughs> いやバカ野郎で終わっちゃだめ増く君バカ野郎のほが愛してるようでいいんだけバカ野郎で終わっちゃだめ増田君は本んそういうとこすごいねね面白いですよね普通に見てて笑っちゃいますよね面白くてありがとうございましたーと増く君。 そしてまた3人ね、反対側の通路の方でお辞儀をして、ここまで連れてきてくれてありがとうってスタッフのね、メッセージも上にも出てるんですよね。俺たちがニュースでしたーと、松田くんが高らかに宣言をして、さあそして階段があって、そこから降りて、さらに細い通路をね、小山くんが投げキッスをしながら歩いて、わーすごいファンの方近いね、ありがとうと、ありがとうと、小山くんも高いところに手を振りながら、 加藤くんもありがとうと生きてまだ必ず会おうぜと本当ですよね階段降りて正田くんがカメラにありがとうとピースをして加藤くんもありがとうと言ってさあ光の中通路の中三人が歩いていって高らかなったった高らかなったった高らかなったたいや真ん中でっかい白いスクリーンだけが今暗い中映って それが暗くなっていテッテッててってそしてそれが消えたところでお客さんの大きな拍手すごい本当にねニュースのファンの方たちの拍手温かいさあそして映像が流れましたクローバーのところ真ん中からふわっとなんか光ったお花みたいのが咲きましたよタタたラタンタたタ たたらたたらその光がいっぱいたくさんになって上に上がってって上がっていって「僕の夢は伝えることを続ける」松田君の声ですね。白いバックに黒い文字が出てきました「俺の夢は加藤君みんなの夢で居続けること」うわーなるほど。 ずっとこの仕事を続けていきたいニュースでと小山君の声でこれが僕たちの3人の声でストーリーは閉まりましたもう見事です。トろガランって言ってライトがぶわーっとお客さんの方に開いていってこれはすごいねこれはすごいです。 てて見ささせていたただきました皆さん <laughs> もう私え2年ちょっとですかね歌声レポートというのいろんな方の見させていただきながらまあ勝手にやってるんですけど一番泣きましたねこれでもかというぐらいまあ他の方たちの見てポロッとねなってしまったりうるうるでこう我慢してこらえてたりとかいろいろありましたけどこんなにボロッボロ長い時間泣いてたのはもう初です。 でももうなんて言うんでしょうね私はもうこれね見ていただいてるニュースの長いファンの方たちとかにも比べると全然まあ浅いまあ浅いですけどでもねなんかこうやっぱり3人それぞれの気持ちがあの途中ねあの映像がパッとサプライズで出てきたあと増田君がこうこっち向きかな横向きで見てて <laughs>「で我慢するけどもう無理だってなってるあの映像を撮ってるカメラマンもなんかね いいとこ狙って撮ってたんでしょうけどあんな感動的な映像ないですよねもうあれダメですよ見たら今も喋ってたらまた来ちゃいますけどだからやっぱりスタッフの皆さんとかファンの皆さんがこうやってね3人でサプライズをしようと思って,思て実際ああやって温かい演出になるっていうのはねやっぱりそのニュースの3人のことを本当にみんなまあ、好きで、えー、尊敬しててそして素敵なものをみんなで作りたいっていう なんかその気持ちがそこにギュッと集まってねなんかそれを受けて3人がわっと涙してしまうところうわーもう無理ですよあれ涙なくして見れる人いますいやーすごいでその後ねマスタ君がまあ3人とももちろん頑張って歌ってましたけどマスタ君がクッと気持ちを入れて歌った時のまあ、歌い方とか声がもう これって狙ってできるものじゃないなっていう気持ちがガーッと前に出たね小山君の歌えない感じのあの絞り出してる声もいいですしで加藤君がギリギリで、ね、メンバーを見ながらギリギリでなんとか歌おうとするあの姿表情も良かったですしいやー素晴らしい映像歌声パフォーマンスそしてサプライズだったですね。いやー見事な えー、ライブでしたしまあ最後にねこのストーリーとしストーリーじゃない間違えたニュースとしてずっとや,やり続けていくんだっていう3人のねなんかこの意思表示意思表明なんだなんていうの、えー、言葉を見たらねやっぱり応援していきたいなって強く思う気持ちもまた強く,強くなりますよね私たちの方もねいろいろありますけどうんいろいろ言われることもあるでしょうけど。 いやー素晴らしかったです、えー、長々本当にお待たせしてしまいましたが、えー、時間が空いてでもねこのストーリーを皆さんが是非私に見てほしいと言っていたお気持ちがより強く分かった感じがしますし、まあ、ニュース3人がね本当にこの4部作、まあ、今回ストーリーまでね非常に時間をかけて皆さんに元気勇気を届けるためにそして自分たちが楽しむためにとやってきた。 集大成をねここまで最後見ることができて私もすごく良かったなというふうに思います、えー、皆さん長い時間ね待たせてしまいましたけれども最後までこうしてお付き合いいただいて本当にありがとうございましたそして今回でライブ歌レポストーリーは最後になりますけれどもまたね新しいもう音楽というアルバムも出てますしツアーもやられてますしそしてまたセカンドみたいなものもね最近まだ発売されたばかりですのでまたタイミングを見てね追いかけさせていただきたいなと思っておりますのでまた今後ともニュースの動画上げさせていただくと 時にはよろししくお願いしたいたと思いますということで長らか,か皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました「ストーリーのライブ歌レポ」今回で最終回となります皆さん本当に本当にご視聴いただきましてありがとうございました。